皆さんこんにちは。今回も金ネジチャレンジやっていきますよ。今回は24戦目の動画となります。相手の初手は自身を使ってくるポケモンのようです。ここもおそらくカウンターがぶっ刺さることでしょう。本音を言えばこのリングマは交代したいんですが、交代するべきポケモンがいないという感じです。ガブリアスみたいな中ポケでも出てきたら乗り換えるんですが、純粋に相性が悪いポケモンしか一覧に並ばないので交換するという選択肢がないのです。それでは対戦よろしくお願いします。相手の初手は二毒院ですね。確かに自信を打ってくるわ。これここは素直にカウンターでいいんじゃないでしょうか。二毒院は物理か特殊かがパッと見ではわからないというのが強みだと思っているので、型がバレている二毒院など恐るるに足らんという感じです。あ、急所だわこれ。本当に気合の助けって優秀な持ち物ですね。今みたいな感じで急所での事故をなくしてくれますからね。持っててよかった気合の助け。いろいろ優秀な持ち物はたくさんあると思いますが、私は気合の助けが一番強い持ち物だと思いますね。2体目はヘラクロスですね。一応ウォーカダルの炎のパンチで抜群をつける相手ということで神かな。その気合パンチは割とこの勝負を左右する行動だわ。ウォーカダルの炎のパンチで抜群をつけるので、パッと見問題はない相手に見えるかもしれないんですが、私はウォーカダルの火力を全く信用していないので、ワンチャンヘラクロスが耐えてくるんじゃないかという気がしています。リングマが一発削ることによってその可能性を消し去ってくれたというのは相当大きいですね。というわけで、行ってこいウォーカダルよ。くっそどうでもいい推察を喋りますが、相手のヘラクロスの技構成、メガホーン、気合パンチ、イバル、メロメロなんじゃないでしょうか。なんとなくそういう気がします。技が2つ一緒だというのと、性別も一緒ですからね。可能性は高いと思います。相手のラス1は、チルタリスですか。ラグラージの冷凍パンチでワンパンだと思うので、ほぼほぼ勝ちでしょう。負けるパターンとしては、流星群を打たれてウォーカザルが落とされて、ハーブでステータスを元に戻された後、ラグラージにも流星群を打ってきて、それが急所に当たるということくらいでしょうか。さすがにそこまで運がいい展開はないでしょう。割とこの場面、じっくり考えてますね。インファイトを打ってウォーカザルに素直にやられてもらうべきか、トンボ返りでとっととラグラージに交代するかといった悩みです。素直にウォーカザルは雑に切っていいんじゃないかという風に思いがちですが、相手のチルタリスが竜の舞なんかを積んでこようもんなら、普通に楽天負けしちゃいますからね。そういったことを考えて、強行したという感じです。なんか相手のチルタリス、よくわかりませんね。初手から眠るって、よくわからんわ。何がしたいんでしょう。何をしてくるのか本当に皆目見当もつかないので、もう一回インファイトを打って殴ってみますかね。また寝てきやがった。素眠りはさすがに無能が過ぎるわ。これは眠っている隙にラグラージに出てきてもらって、冷凍パンチで一気に沈めちゃいましょうかね。ヤチェのみでないことも確定していますし、ワンパンできるでしょう。本当にこのラグラージ、安心感が凄まじいですね。HP が197もありますし、防御と特防も100を超えているので、そうそう落とされることはないですからね。草タイプが4倍弱点ではありますが、そこはウォーカザルが、相性補完をしてくれていますしね。頼もしいと言わざるを得ません。というわけで終わってみれば、圧倒的勝利です。負ける気せえへん、中ポケ使ってるし。それでは、ご視聴ありがとうございました。